はいどうもこんにちは、グッカーラフチャンネルのゼビタです。ということで今回は8年ぶりにフルモデルチェンジを行ったフォルクスワーゲンゴルフバリアント、こちらの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。従来のラインナップから一新し、1リッターと 1.5 リッターのエンジンに 48V のマイルドハイブリッドを組み合わせた今年6月デビューのゴルフ8。バリアントもパワートレインは共有していますが、そうは言ってもサイズ相応に重量は増えていますから、特に1リッターモデルの走りは気になるところ。またホイールベースの延長で乗り味がどう変わっているのかも興味深いですよね。そのあたりを詳しくチェックして、ゴルフ8オーナーがバリアントの魅力に迫ります。ということで早速乗っていきましょう。はい、ということで今回はフォルクスワーゲンゴルフ8のバリアントモデルに試乗しています。これ出るの早いですよね。ちょっとね、このタイミングでもう出るんだったら、私もハッチバックじゃなくてこっちのワゴン待ちたかったなっていうのが本音ではあるんですよ。レボーグとね、うまく入れ替えられたのかなとかも思ったりして、しかもこの車使い勝手的にはもうハッチバックに比べたら確かね35センチくらい伸びてるんですよね。で、実際先代のゴルフ 7.5 のバリアントに比べても長さ65ミリほど伸びてるっていうことで、結構まあ実用性が上がったというか、かなり荷室容量的には増えてるんですよね。だから本当レボーグとうまく入れ替えてもよかったかなっていうところがあるんですけども、っていうところで今日乗ってるのは1リッターモデルのアクティブになります。で、車両価格が327万円、なのでハッチバックと純粋な金額差としては14万円になります。14万円だったらやっぱこっち欲しかったなっていうところがありますけども、で、1リッターモデルでなおかつ 48V のマイルドハイブリッドが入ってるっていうところはハッチバックのアクティブとも変わりませんし、これスタイル R ライン、あとは一番ベースのモデルにアクティブベーシックっていうのがあるんですけども、そのグレード体系とかも全部ハッチバックをトレースしてます。だからパワートレインなんかも全て一緒なんですけども、この1リッターモデルに関してはスペックが直列3気筒のガソリンターボになります。これが最高出力110馬力、最大トルクが 200Nm で、ピークトルクの発生回転数は2000回転からになってます。まあダウンサイジングしてちっちゃいタービンをつけてるっていうところで、結構低回転からトルクはモリモリと出る形ですよね。で、バリアントになったことで車両重量はもちろん増えてます。このアクティブで確か1360キロだったと思います。確かハッチバックと50キロくらい重量差があるんですよね。50キロって聞くと、そのね、パワーウェイトレーション、トルクウェイトレーションで見るともちろんスペック自体がそんなにこうハイパワーなものじゃないので、どうしてもウェイトレーションで見ると落ちちゃうんですけども、まあ体感レベルで話をするんだったら全然普通のあのハッチバックと何ら変わりない運動性能かなっていう印象が体感レベルだとありますよね。で、1リッターモデルはやっぱり街中で本当必要十分なパワー感出てます。うん、 1.5 リッターはモアパワーで、1リッターでちょうどいいっていう感じなんですよね、このゴルフ8のパワートレーンって。で、単純にエンジンだけで動力を出してるんじゃなくて、そこに 48V のマイルドハイブリッドっていうシステムが今回のゴルフ8全部入ってます。バリアントも同じです。で、それのスペックが最高出力13馬力で、最大トルクが62ニュートンメーターになってます。で、このパワーっていうのは発進時のモーターアシストっていう形で入りますから、純粋に200ニュートンプラスまあ60ニュートンメーターって考えてもらっていいと思うんですよね。まあ若干そのハイブリッドなので合計で見ると若干落ちるんですけども、でもそのモーターアシストがあるので、やっぱ1リッターモデルでもこの発進時ってすっごい軽快なんですよね。だから正直このゴルバリの車格 4.6 メーターオーバーの車体に対して1リッターはさすがにないでしょっていうのは私乗る前の個人的な意見だったんですよ。でも実際に今乗ってみると本当ね、ハッチバックのゴルフ8と何ら変わりなく乗れていて、動力性能的には今のところ
不満ないですよね。この感覚は本当ゴルフの8バックと一緒です。でこれゴルフの中でもバリアントは実は全長が 34.5 センチだったかな、伸びていて、それに伴ってホイールベースも、まあ、これもちろん8バックのものよりも長くなってるんですけども、仙台比で見ても確か35ミリエクステンションしてるんですよ。だいたいホイールベースが伸びるとすごい車って安定志向になって、乗り心地もちょっとジェントルな味付けになるんですけども、このアクティブに今乗ってる限りだと、このホイールとホイールベースの延長ってすごくマッチングいいなと思いました。ちょっとね、ハッチバックでは出し切れていない上質さっていう部分が、このホイールベース延長と、あとまあ重量も若干増えてるっていうところもまあ影響はしてるでしょうけども、でも一番はやっぱホイールベースが伸びたっていうところが、このねしっとりした乗り味をさらにこう強調してる感じがしますね。スムース1リッターモデルでも本当必要十分なパワー感ですよね。これがだから高速になって速度域が上がってくると、やっぱりパワー感ってどうしてももう限界が見えてくるんですよね。だから高速も本当ゆったり乗りたい、あとはその回転数に頼らずに低回転でこうトルキーな走りが好きだっていう方は、やっぱ 1.5 リッターをおすすめします。そこはもう明確に頭打ちのパワー感っていうのは1リッターは出ちゃいますから、だからまあ仕方ないんですけどね、そのもちろん1リッターでこれだけ今一般道でこのパワー感が出てることさえすごいので、だから高速域まで求めちゃうっていうのはもう過剰ではありますよね。だからまあまあいいんですけど、ただその評価としてはやっぱ高速乗るんだったら 1.5 リッターにした方がいいですよっていうことにはなりますよね。まあこの前1ヶ月レポートのドライブフィール編をご紹介しました。あれを見てもらった方だったらわかると思うんですけども、私はねこのゴルフ8シリーズのパワートレーンで一つ嫌だなと思うところが出てきたんですよね。それはエココースティング機能って言って、要はその名前の通り惰性走行する機能なんですけども、例えば50キロくらいで巡航している状態でアクセルから足離しますよね。そうするとエンジンとトランスミッションの接続が切れて完全にフリーホイールの状態になるんですよ。要はもうタイヤの抵抗だけで転がるっていう、エンジンの抵抗がそこに乗っからないので、例えばですけども下り坂に入ってくるとそのままどん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 速度上がっていくんですよ。まあ分かりやすく言うならニュートラル入れて坂道下ってるみたいな状態になるんですけども、そうなっちゃうとどうしても前に信号があるとフットブレーキ踏まなくちゃいけないじゃないですか。ってなるとやっぱペダルの依存率も上がって、もう最近だったらそのワンペダル的に走るっていうのがトレンドなのに、もう全然真逆の感じのドライブフィールになってるんですよ。だからそのペダルの踏み替え頻度が多くなるっていうことだと、フットブレーキにすごい頼りますから、なんかやっぱ運転しててもねちょっとね疲れちゃうんですよ。ゴルフ8の動的質感、例えばエンジンの性能、サスペンションの足付け、シャーシの出来栄えとか、そのあたりってすっごい良くて、バランスはもちろんめちゃめちゃ高いんですけども、ただそこだけですよね。エココースティングだけが私はちょっと嫌だなぁと思うところはあります。しかもこれが他メーカーのようにそのオンオフができませんから、もう必然的にエココースティングが入るっていう形で、ちょっとこのあたりは制御で変えられると思いますし、例えばこの車両っていう項目からそのエココースティングを作動させるかどうかとか、エコモードにしたらそのコースティング機能が働くとか、なんかそういうそのキャラクターの違いを設けてほしかったなぁとは思いました。で組み合わさるトランスミッションは7速の DSG になってます。これもやっぱかなり成熟したなっていう印象があって、2ペダルのオートマでここまで発進時滑らかってまあ見たことないですね。アウディとかもあれ乗った時にはやっぱ DSG ってギクシャクするなーって思ってた記憶が今蘇ってきましたから、
だからね、この感覚は本当不思議なんですよね。でもすごい嬉しいです。逆に言うとそのネガがなくなったことによって DSC を選ぶそのあと不安要素って多分トラブルとかそういうところだと思うんですよね。特に今回のゴルフ8に関しては鑑識を使ってますからオイル量も少なくてもしかしたらトラブル出るんじゃないかっていうそこだけだと思うんですけど、でも動的質感に関しては本当良くなっていて、ここのなんかギクシャク感は全くなくなりましたね。まあそれを生み出しているのはもちろんトランスミッションが成熟したっていうところもあるんですけども、それ以上にやっぱ 48V のマイルドハイブリッドが入っているおかげもあります。ここでうまくそのシフトショックを解消してる、吸収してるっていう印象がありますから、だから結局その印象としては滑らかなシフトフィールがあるっていうところにつながるんですよね。ブレーキタッチなんかは8バックと変わりませんよね。ただまあやっぱペダルの踏み込み量は多いです。まあこのあたりは慣れが必要であって、例えば PSA グループで最後吸い付くようなブレーキタッチがあるとか、そのメーカーメーカーによってブレーキフィールって結構細かく違ってますよね。だからもうそれは良し悪し云々抜きに慣れるしかないんですけども、このゴルフ8シリーズに関しては結構引き始めるポイントが奥側にありますから、そこは要注意です。でブレーキシステムに関してはフロントがベンチレーテッドのディスクブレーキ、後輪が通常のディスクブレーキになってます。いいですね。乗り心地めちゃめちゃいい。 R ラインもスポーツサスペンション入れてる割には足が馴染んできたらだいぶ硬さって和らいだなと思ってました。でも改めてこうやってアクティブの16インチ仕様とノーマルのサスペンションの組み合わせに乗るとやっぱこっちもものすごくしっとりしてますよね。でなおかつこれホイールベースが8バックより伸びてますから、その路面に対する凹凸入力なんかは絶対こっちの方がマイルドになっていて、そのあたりで乗り心地っていう部分もやっぱゴルバリの方が若干いいのかなという印象はありますね。でサスペンション形式はこれアクティブですから、まあ、フロントはスタイル R ラインと同じくマクファーソンのスラット式で、リアがトレーリングアームになってます。普通に走っていたらすごいしっとりしていて、このダンピングも心地いいですよね。やっぱ16インチのエアボリュームで路面の凹凸をちょっと吸収して、でもなおかつこの MQB のシャシーでも吸収してるんですけども、そことやっぱサスペンションがすごい細かく動いてくれる、もう微小な領域でもしっかり減衰力を立ち上げて、その直にスプリングだけで振動を伝えてこないっていうところがあって、だから乗り心地としては本当いいですよね。でもワインディングなんかを楽しむんだったらそれは間違いなく R ラインだと思います。特にこの16インチだとタイヤのそのたわみであったりとか、あとは切ってからの本当微妙な領域ですよ、若干やっぱりワンテンポ遅れたりとかありますから、そのあたりって R ラインだと全くないんですよね。まああと今回のゴルバリっていうキャラクターもありますけども、だからホイールベースも延長してそのあたりは若干落ちてます。まあ仕方ない部分ではありますけど、いやー頼みますよ。今日は GoPro さん本当熱暴走しないでくださいね。もうこの前の1ヶ月レポートの時あれ1時間くらい喋って、よっしゃ撮り終えたと思ってパッて見たら赤いランプ点滅してないし、うわと思ってたんですけど、まあ今は多分点滅してるのでおそらく撮影そのまま録画してくれてるでしょう。でね、この前私の R ラインでも走りましたよね。で R ラインもやっぱね、この低周波高周波問わず減衰力の立ち上げものすごく早いですし、そういう意味では乗り心地ってまあ硬いのは硬いですけども、直に伝わってくる硬さじゃないのでいいかなとは思ってました。やっぱでもアクティブはこれもうシンプルに本当乗り心地がものすごく上質ですよね。まあ路面の変化なんかはすごい伝えてくるんですけども、でもやっぱこの前角を削ぎ落としたって言いますけども、まあ、さらにこれ丸くなってます。もう鉛筆で言ったらもう鉛筆削り器入れようかなっていうくらいもう丸まってる感じですよね。ちょっと何言ってるか分かりませんけども、まあ、だからゴルバリに乗って言えるのはその走りのキビキビさとかそういうところじゃなくて、やっぱワゴンらしいユーティリティの高さとか、あとはホイールベースが伸びたことによってさらに上質でワンランク上がったようなこの乗り味っていうところが
まあ魅力かなと思います。まあもちろんですけどね、そんなキビキビ走りたいんだったら素直にハッチバックの R ライン買えよっていう話ですから、まあ分かってることではあるんですけども、乗ってみるとやっぱそのキャラクターって明確に違うんだなと思いました。アクティブはね、まあその見た目とかにとらわれないんだったらいいグレードだと思います。ベストバイかなと思ったほどで、例えば通勤で高速ばっかり乗るっていうケース、こんなん非常に珍しいと思いますから、だからまあ価格的にもスタイル R ラインに比べて50万強安いです。だからまあ最初のその初期コストっていう部分でもやっぱちょっと抑えたいとか、まあゴルフって言ってももう今400万円くらいする車になってますから、もちろん安い車じゃないですよね。その中でこのゴルフ8のバリアントのアクティブが327万円で、プラスまあこのディスカバープロのパッケージであったりとか、あとはテクノロジーパッケージって言って、このバリアントね、内外装編でご紹介しますけども、ハンズフリーのテールゲートがこのゴルフシリーズで初めてついたんですよね。とか IQ ライトと呼ばれる片側22個の LED チップで前方の車であったり対向車を検知して幻惑を防ぐような照射をしてくれるっていう、そういう機能もあったりとか、まあそれらを加味すると結局アクティブでもまあ400万くらいは行くんですけども、でもそれでも50万くらいは安いですから、なのでまあ見た目に本当とらわれないんだったらアクティブでもいいかなっていう風にまたちょっと思ってきましたね。あーでもちょっとね、今これ発進時のアクセルを微妙に開けた瞬間は結構ゴロゴロというね、エンジンの振動がペダルから伝わってきましたね。まあ気にならないかもしれないですけども、一応印象としてそういう風にあったのでお伝えはしておきます。まあでも走り始めると滑らか、直線とは思えないくらい本当滑らかで、この辺りはすごいと思いますよ本当。まあ最近の直線エンジンどれもすごいですけども、その中でもう私が思うに PSA グループのあのピュアテックの 1.2 リッターの直線ターボと本当タメ張れるくらいの振動量の少なさに抑えられています。あと今回は試しませんけども、このゴルフ8シリーズ、もちろんトラベルアシスト ACC とレーンキープアシストシステムを組み合わせた機能が入ってます。まあこれなんかは高速インプレッションでもお話ししてますし、納車直後のインプレッションでも確か紹介したのかなっていうところでも何度も何度も試してますから、気になる方はぜひそちらの動画を見てください。まあそれ以外にもブラインドスポットワーニング入ってますし、今回の特徴で言うと、まあ今やりませんけども、後ろからバイクが来てるとしますよね。その状態でドアを開けようとします。そうすると、ブラインドスポットモニターのインジケーターが光って、後ろから車両接近してるよっていうお知らせをしてくれるんですよ。エグジットワーニングっていう機能なんですけども、それが入ったりとか、あと高速道路で、まあ万が一の際に重宝するエマージェンシーアシスト、ドライバーが何も操作をしない状態が続くと、ハザードを焚いて、ホーンを鳴らして最終的に同一車線で停止まで行くっていうシステムです。要はそのまま他車に突っ込んだりとか、例えば何かに当たったりっていうことがないように、万が一の際は作動するということになってます。だからもうハイテク装備というか、今フォルクスワーゲンで持ってるテクノロジーっていうのは、ほぼほぼ全て入ってると思ってください。ということで、ラストに燃費を見ておきましょう。今回の試乗だけの燃費です。で、リッターあたり 13.7km になりました。まあもうちょっと1リッターモデルだったら行ってほしいかなというところと、まあ逆にでもエアコンも普通に使ってますから、あとこういうね、信号待ちが結構多かったので仕方ないかなと思うんですけども、ほら今もこれアイドリングストップしてないんですよね。だからこういうシーンが結構あるんですよね。で実際カタログ数値は WLTC モードで18キロジャストになってますっていうところも含めると、やっぱもうちょっと燃費はいってほしいかなと思いますけども、まあ普通に郊外走ってたらとかだったらもっと伸びるのかなという印象ですけど、ということで、まあ、ゴルフ8のバリアント意外と乗り味は大きな違いがありました。ということで内外装編も公開しますので、ぜひそちらもご覧ください。
というわけでフォルクスワーゲンゴルフバリアント試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。